金沢競馬第10レース重賞農林水産大臣商店第43回白山大商店 G33 歳以上オープン距離は 2100m フルゲート12頭で争われます今年は JRA から5頭地方多地区は南関東大井川崎から各1頭そして愛知2頭地元勢は3頭の12頭馬場状態は量の発表です 直前圧倒的な人気を集めたのは3番のウィルソン・テソーロ現在10勝連勝中3連勝をかけてここに駒を進めてきました枠入り最後12番ライトウォーリア川崎から参戦安城は地元の吉原大人今ゲートに近づきます農林水産大臣商店第43回白山大商店枠入りが終わります係員離れて スタートしまししまたた揃った飛び出し横一線の綺麗なスタートから押していくのは8番の名勝憤人内からは3番ウィルソン・テソーロそれからペイシャ・エス、K.I. パープルまずは K.I. パープルと名勝粉人そして5番のペイシャ・エスといきました加わっていく12番のライトウォーリア前の4頭固まる形で1周目の3コーナー 先段を見ながら5番手に3番ウィルソン・テソーロその後ろの圏内に1番のゴライコーがつけました1周目34コーナー中間その外に4番のセイカ・メディオポリスあとは2番のキープクライミング後方は離れていきました6番のミストラル・ウィンドその外に並んでいくのは11番のマーギ1周目の4コーナーから各場スタンド前ホームストレッチに出ていきました後方の一角に10番のサンデー・グラスそれから7番のサンデー・ファイトです 8番の名勝粉塵が逃げましたここで拍手が起こります体半分9番の K.I. パープルが2番手その後ろに12番ライトウォーリア5番のペイシャ、S ・エス依然、先端4頭固まって1コーナー5番手に3番ウィルソンソ・手走路まだ動きはありませんその2馬身後方に1番のゴライコーと4番のセイカ・メデオポリスがつけました2コーナーカーブに差し掛かります先頭8番名勝粉塵2番手9番 K.I. パープルその差は体半分向正面に出ました 少しし開きました3番手、4番手5番のペイシャ s ・ s ス12番のライトウォーリアそして3番のウィルソン・テソーロが徐々に前との差を詰めていく後ろ開いて4番セイカ・メデオポリスあとは1番のゴライコ・オムチが飛んで後方2番のキープクライミングあとはばらけてミストラルウィンドサンデーグラス後方に7番のサンデーファイトそれから11番のマーキー34コーナー中間です 前は8番の名勝奮神9番の K.I. パープルに外からウィルソン・テソーロ来たウィルソン・テソーロ外からまとめてうちの角馬を捉えて先頭に変わった4コーナーから直線ウィルソン・テソーロ馬場の真ん中先頭リードを取っていくが内から盛り返す名勝奮神名勝奮神盛り返す3番手は内からフェイシャイス K.I. パープル4番手先頭はウィルソン・テソーロゴールイン3連勝競り勝ちました3番ウィルソン・テソーロ 内で懸命に抵抗した8番の名勝粉塵をねじ伏せました勝ったのは3番ウィルソン・テソーロ交流重賞3連勝2番手は8番名勝粉塵3番手5番のペイシャエス9番の K.I. パープル昨年の勝ち馬最後遅れて4番手以下12番ライトウォーリア4番セイカメティオポリスと続いています 充実期を迎えています4歳秋ウィルソン・テソーロ柿翼記念マーキュリーカップに続いてこの白山大賞典も制覇白山を極めさらなる高みへ3連勝ウィルソン・テソーロまさに充実の秋最後は外から打ち手粘る8番の名勝粉塵をねじ伏せました 安城は川田優賀川田騎手は2020年マスターフェンサーそして20 2021年の名将和に続いてこのレース3勝目今年地方で行われるダートグレードこれが9勝目川田騎手地方の舞台でも無類の強さを見せます勝ったのは3番ウィルソン・テソーロ2番手8番の名将・フン三3番手 5番のペイシャエースです。第43回白山大昇天、確定までお待ちください。 ファンの皆様、本日も金沢競馬場にご来場くださいまして誠にありがとうございます。農林水産大臣商店第43回白山大商店表彰式に先立ちまして勝利直近インタビュー。川田優楽氏到着されました。どうぞ大きな拍手をお送りください。優勝版イルソンテソロゴのタズマを取りました川田優楽氏です。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。圧倒的な一番人気に応えました。今どんなお気持ちでしょうか。はい、無事に終わって何よりです。初めての金沢ということで、 初めてのこともありましたがレース前はどんなことを意識して気にかかけながらんんだんでしょうか名古屋でも盛岡でも初めての場所で何も問題なく走ることができている馬ですので、まあ、今日も特に心配することなく競馬を迎えることができたと思います。道中は先行集団を少し離れた位置で見ながら5番手あたりの競馬でした、道中のリズム、雰囲気持ちが前向きな馬なのでそこをこちら側が少しコントロールしながら、えー、自分のリズムを守りながらの道中でした。 直線はうちの馬もかなり粘りを見せていましたがあの辺りでの手応えまた追っていらして少し具合的にももう一つ良くなれる状態での今日のレースを迎えていますのでその分、最後苦しくはなるだろうなと想定した通りの内容だったのでそれでもしっかりと勝ちきれるレースを組み立ててきました。ということは良、良くなる可能性を秘めているということですか 具体的にはもう1ついい状態で次に迎えると思いますさらなる高みさらなる格の高いレースでの活躍を期待されるファンの方も多いと思いますこの馬の成長している部分この馬のいいところまた期待していることありましたら教えてください僕が乗せていただくようになって3戦目ではありますけれど1戦ごとにダートバらしくいい筋肉を身にまといながら成長を感じる雰囲気で。 一戦ごと歩んでますのでこれから先も力をつけながらま一番高い舞台でも戦える馬になってくれることを願います多くのファンの方が集まって応援してくれましたもう一言川崎氏からメッセージをお願いいたしますはい、久しぶりに金沢の方に来させていただきましたけれどもまたこうして多くの皆さんの目の前でしっかりとウィルソンが皆さんの期待に応えて走ってくれましたのでまたこの馬が走る時に 全国どこに行くか分かりませんけれど応援してもらえたらとと思いいまますありがとうございました優勝馬、イルソン・テソーロゴの手綱を取りました川田悠がい。